なにやめてよ。なに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 。なんだこれ、なんだこれ、なに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 。食ってきてる、見てみたの。なにこれ。え毎週土曜日18時ファミーラボ動画のお時間です。うわー、なんか挨拶違ったね。ファミーラボやってきますって気がするわ。はい、ファミツの北口ともにんです。そして大丈夫です。そしてムタンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は前にやったトリンディ S の続きということで、はい、まあ、ちょっとそのファイナルファンタジー14のボスバトルみたいなところをリスペクトして、そのボス戦だけできる RPG ということで、前回で一面クリアしたんですよ。頑張って一面クリアしましたね。はい、なんで今回ちょっと二面のリバイアさんやっていこうということで、早速いきましょう。はい、はい、お願いします。あ、今回出てきたリバイアさんだったような気がする。え、くしゃみした。リバイアさんの寒さにやられたのかな。ちょっとね、噂されてたかな。そう、さあ、はい、始めましょう。この操作方法を思い出せ。これが、なんか俺前本当にコントローラーでやってたかっていうぐらい全てを忘れし物なんだけど。俺も忘れし物だよ、待ってる。これなんだ、スピリトーゾ。うおー、いてー、死んだ、貫かれて死んだ。おい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 。なんかしかもスピリトーゾって新しいスキル入れたんか、これなんだこれ。あ、向こうにいるのか。お、危ね。去年、こいつ、はい、キャラクターは一部分にとどまっていると、一箇所にとどまり続けると強くなるので、基本的には動かないんだけど、はい、こんな感じで強制的に動かせないギミックが発生すると。で、今回のこのタイダルウェーブは波がね、ランダムにいろんな方向から来るんで、でそれに対してこうちゃんとね、向き合って、はい、移動しなきゃいけないと。今はあれですね、足元にトルネードの予兆が出て、そのトルネードを食らっていると、トルネードの中にいると持続ダメージを食らい続けるという。先輩がトルネード食らってる感じのようですね。回復くれ。いや、これね、あれ来るね、大丈夫かな。まだタイトル来ない。次だよ、真ん中行ったら。あ、これビシビタビタして、おー、ナイス。あ、なるほど、タックルに対して止めると。タックル止めないんだ。これ DP チェックだろ。頑張れ頑張れ。ナイス。この間攻撃できるっていう感じですかね。あ、これタイダル来る、タイダル来る。でタイダル左から、左、ああもうこれ無理だ、これ死ぬ。いて前前、はい、全滅。思い出してきた。あとはスキルがどのボタンかっていうのを思い出せば完璧。レベル上げしていいですか、ちょっと自分が追いつかねえな。レベル上げしてからまた望んでいいですか、ね、そうだね、ちょっと今のレベルだと無理だ、ない、ない。負けイベじゃない、これ、負けイベ。違う。このレベルで勝ててる人いないよ。これ、トルネード捨てなきゃいけないね。そうだね、はい。誰かの足元にトルネードが来るんで、あそこに置かない方がいいのか。上の方に置けばいいのか。いってー、失敗した。でもあれっすね、その、あいつにぶつけられるように、あ、タックル来る、これぶつかる、これぶつかるんで、これ DPS チェックでしっかりダメージ与えていきましょうと。そうか、タックルにあえてです、誘い込むんだ、あのトルネード。こういうことでしょうね。なるほど、じゃあ結構タックル、トルネードは真ん中に出した方がいいか。来るぞ。場合によるかな。あ、1回しかこうなった。本当だ、ぼーっとしてた。で、これあのへこんでるところの近くにいると危ない、うん、ああこれトルネード捨てますね、ここに。はい、そこ置くと分断されちゃわない、大丈夫。あのね、間に合わなかった、捨てるのが。ごくごく、いてて、回復くれ、いいぞ。ディバインオーラで自然治癒力を上げております。タックル来るぞ、タックル、タックル来るぞ、ぶつけてけ。はい、DPS チェック来るぞ。はい、よっしゃー、もうなんか楽勝じゃないこいつ。やり方分かったからね、今の私たちはね。あ、楽勝じゃね。ビチビチしてる、ビチビチしてる、当てろ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 。来るぞ来るぞ、パイを回復してあげたい。言うてまって全然半分もいってない。あ、そう、何これ、なんだこれ、弾出てきた、なんだこの弾は。あ、なんか海の呪いってついてる。あ、これあれか、取れる、取れる、100、あの水色回復、黄色、あいつ回復してる、回復してる。
取った取るんだ。待った待った待った、あいつか2000回復した2000回復してたね。やべえ、なるほど。あいつに取らせないようにしてキャクさん取れよ、はい、え黄色は何の効果だった。黄色なんか分かんなかった。俺ら食ったらダメージじゃないかな。来るぞタックル。はい、これはこれ DPS タックルってさ必ずあれじゃないの、このトルネードに向けてタックルしてない。あーどうだろう、俺たちに向けてくるんじゃないかな。あ誰かに、やべやべ足りない足りない足りないんじゃないのかな。ダウンせずと、あそダウンしなくても死なないんだ。もう極力、うん、タイダル、はい、うお結構流されてるで。右から来る。まだ下から来る。これはまずい。あー船落ちた。まだあるさ、まだある。5回多いぞ。そう3回かと思ったよ。あれだ、そうだ、回復くれ。トルネード俺ね、この横で。あ死んだ。あ死んだ。キッチー、はい、ナイス。先輩ロゲン一回そうか。オッケーオッケーオッケー、いけるいけるいけるね。なんでウォータースペやって、これタックル来るんじゃないの。ここでタックルだ。お願いします。オッケー。いやここのここのトルネード食らってしまう俺。ダメだ。なんか頑張れ頑張れ頑張れ、ナイス。あービチビチしてる。半分半分。えこれいけるぞ。皆さん俺の方来れます。タイダルタイダルタイダル、いでえ、うわーちょっと無理だったが。二人いなくなったんだが。やべえ、なんかこれ結構な距離流れますね。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。これ半分ちょっと危そう。あ、これ回復させない、あいつに。青青、こっちで取っちゃう。海の呪い。赤はこれでもなんか、あ、これあれだわ、ね、同じ、やべやべ、何これ、違う色を取るんだ。違う色取ったらダメなんだ。青を取る人は青だけ。黄色取る人は黄色だけ。え、そんなの多分そう、なんか俺ダメージ食らった、その青黄色って取ったら。じゃあ赤、黄色がそのままダメージなんじゃん。先輩が生きてリスキルされてる。いやダメだ、ちょっと範囲があっていけねえ。黄色ダメージかな、青は回復で黄色はダメージってこと。無理ー、黄色を2回取ったら2回目は回復してた気がする。200回復してた気がする。俺の予想、トルネードがだって北口さん回復できねえ。俺の予想は同じ色を取るだな。いやいや回復させて。無理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 。いやいけるいけるいける。北口さんいないとつん、ああダメだ。なるほど、トルネードの破壊に失敗すると200ダメージ入ってるね。破壊、トルネードでダウンさせられなかった場合。誰に200ダメージ入ってる。俺らに200ダメージ入ってる。マジで200だからすげえでかいわけじゃないけど、トルネードは壊しましょうねというね、あダウンさせましょうねということで。これが俺食らうんだよな。2個来たね、さっき。あ、なるほど。1、同じ列だ、これ。同じ列にいると食らっちゃうんだな。いいぞ、ここまではいい。縦の列にいると、あいつの攻撃長いから食らっちゃうっぽいんで、縦の列はずらした方がいいみたい。タックル来るぞ、みんな。おら、いけ。頑張れ頑張れ、回復くれ。あ、そうそうそう、ありがとう。いいぞいいぞ、で、こう来てタイダル下から上、はい、一発、最初一回だけなのか。もう先輩が何やらすごいのやってる。トルネードは俺が処理して、先輩めっちゃ当ててる、1400ぐらい当ててる。何の効果かは分からない。
分からず戦ってるあやふやなまま違う、前回のその最後に変えたスキルだから分かんないんだよ。俺もそう、俺もそう、使い馴染んでないやつだから。これ何なんだろう、スピリトード何って言いながらやってる、何だろうと思いながら使ってる。もうちょっとダウン、ナイス。ゲームの仕組みがちゃんと分かって面白い成り立ち始めてきた。あぶ、そう、これ同じ色、同じ色、同じ色で行ってみよう。俺アウトル、俺アウトル、黄色ね、私黄色。うおー、黄色余ってるよ、こっち黄色、黄色取れね、早くする、1個取れんかったまあでも1個で黄色が多いっぽくないですか。だから長江さんが青で、俺2人先輩と俺黄色とかにするというか、やってみるか。回復しない、回復しない、待って待って、ここで帰るわ。死ぬぞ。大丈夫大丈夫、あったかいでしょ。死ぬぞ、おで死ぬぞ山田太郎くんじゃんよし、めっちゃ入ってる、取れない。いてててててて、早く出て出て、ゲッ、ナイス。ファミラボ動画見てるとさ、毎回死ぬ死ぬって言っててさ、物騒だなと思う。配慮はないよね、言葉遣いが死ぬ死ぬって言ってさ、よくないなと思いながら。青、俺青、俺、うん、黄色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 全然なくない。ない、お願いしますなんだこれ、何これ、こっちから来てくれ、さっきの、これ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 、あの、モーセの10階みたいに、これ、入って入って、襟入って、襟入って、うん、モーセの10階みたいに海が割れるから、その後って感じ、こっち来れます、ヒールエリアまだ入ってるよ、行く、これでもう一発、やべー、トレンドもう一発来てる、やべー、やべー、落ちた、落ちた、やべー、来てたの、気づかなかった、はい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 、サンキュー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 、ナイス。フォータスフィアも一発、2回連続、フォータスフィアも一発、3回目、うぃー、これタックルじゃね、タックル来るね、タックル右からだとやばいよ、逃げ道ないよ、俺ら突っ込まないとダメです、突っ込まない、突っ込まない、突っ込まない、痛ぇー、はい、オッケーオッケーオッケー、これで大丈夫、1個だけ消える感じか、たくさん回復してあげたい、いける、あー足りねえ、あー足りねえ、仕方ない、回復あったけー、ダイダル、上から下、下から上、いや左から、よし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 、あぶそう、黄色黄色黄色、ちょっと俺、そっちのや、そっちのや、逆サイド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 、無理だな、無理だな、ナイス先輩で、真ん中入って、はいはいはい、入って、入るんだよ、おお入ったー、回復くれはい、回復くれ、ギリギリだ俺、トルネード、トルネード先輩、誰の、誰トルネード、先輩トルネード、おめだった、先輩トルネード、俺トルネード、キャグさんトルネード、キャグさんトルネード、やべ失敗した、キャグシトルネード、キャグシトルネード、3個ある、あーこれ捨て方失敗したな、偉大、これウォータースペイ受けましょうか、粘ろう、これ自分体力がない、どっち？どっち？よしよしよし、右から来る、いいぞ、下のやつ消さして、体力もあったけ、回復した、だいぶいけるいけるいける、ナイス、ナイス、これは勝つ、殴れ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 、ナイスやべえ、いやゲームが分かりゃこんなもんよ、そうね敵ではなかったな、レベル上げが効いたな、やっぱいつ、いつしたの一面で上げたんじゃない自分がね、お、よしよしよし、なんかウィナー的な、なんかダメージ与えるスキル、ヘイトアセンブル、あ、見切り、なるほど、俺はクリティカル率を上昇させる技を使っていた、あ、すげえ、ドラゴン、キリンみてえね、キリンだな、
そうだよね、中国っぽいもんね。やべえ。オッケー。また始まる。突然の。うわあ、雷。初見殺しさ。感じでしょうか。エレクトリックエナジー。これ何すんの？これ壊す？壊したりする？エナジー。なんだろう、これどうなんだろう。攻撃できないな。ライトニングストーム。こいつ電気か。お、先輩に言ってる。何？やめてよ。なに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 なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、なに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 、食ってきてる、見てみたいな、なにこれ、うん、え、あ、これ、まん、外の弾取る、壊す、でも攻撃できなかったっすよね。うん、死にましたね。取る、取ってみるか。あ、耐燃した。なるほど、これ耐燃して、耐燃するとあの、あれ避けられるとか嫌いしみたいな、わかんないけど、一人一個は取っといた方がいいみたいな感じか。じゃあ、ない、わかんないですけど、なんかまあ光の天使的に言うと、バーレスピン、これ一回そのまま食らってみましょうか。これ死ぬ？あー、対戦してみんな中行くんじゃない？そうだな、うん、中だな。対戦してみる。対面バリアまとって、あん中突入してみる。うん。ちょっと過去の光の戦士としての記憶から、そういうのもあるんだ、うん、あるあるある、いろんなギミックあるから。回復しよう。また俺来たぞ。これ行ってみましょうか。なんか俺だけ生きてるの。本当だ。ちょっと なんで？大電2だ俺。大電レベルが必要？いいなー。いやー。俺の謎が全くわからんな。フリッツスパーク。あー、順番に。うおー。ボルテックスライン。かっこよ。うわ、きっちー。楽しい。ライトニングニードル、これは何？ライトニングニードル、いや、ちょっと待って待って待って、回復しちゃった。これは何？あー、普通に攻撃するだけ、はいはい、これは真ん中以外。エレクトリックエナジー、エレクトリックエナジー、これ取ってみるよ、取ってみる。帯電が先輩さんで、これなんだ、これなんだ、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 なんで死んだんだ俺。なんかロックオンみたいにされてたね。されてた。あー、死ぬ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 。クワから出たボルバレミン、入ってみて、入ってみて、入った、大丈夫だった。超兵さんだけ生きてんだよな。帯電2以上あれば生き残る。いやでも先輩帯電3あったよ多分。あ、そっか。なんでだ、なんだろうな。一人だけ生き残る、なんかそんなに見かけないと思うんだけど。あ、間違えた。でも北口さん1ダメージも受けてないよね、今入ってない状態で。誰かに持たせて犠牲にさせるとか。ああ、ああ、おお、ああ、歌舞伎役者出てきた。いいよいいよ。ありえるっちゃありえるな。翔平くんが一回全部取って、中入って、で俺らは外にいる状態。うん、あ、なんか対面でロックオンされてて、うん、ガーンって、あ、なるほど。取りすぎると、取ると、そうっぽいな。取りすぎるとロックオンされちゃうか。え、これは、うお、俺が食らうぞ。なるほど。うん、俺生き残ったもんな今。誰かが犠牲になったら知らないんだ。多いね。一人を命を奪う攻撃じゃない？かもな。なんか、うん、このゲーム復活結構軽いから復活込みの考え方なのかもしれない。うん、多分ね。だから二人いる時も一人生き残ったってのは先に誰か食らったから。っていうことだよね。うわ、きちい。
げえ食らっちゃった。きちー。これ復活させてくれるからなんだかんだ生きてんな。もう真ん中半分まで来たよ、うん、ささっと。俺が3つもらおうか。1、2。ああなるほど、これダメだわ。3個取った瞬間に、そうだね、3個取った瞬間に狙われる。最大のコンが来るから。半分いった。ナイスナイスナイス。あでここで DPS チェックが来ると、これまずくない？まずい。これ滅ぼされる滅ぼされますね。滅ぼされますか。意外といけそうだ。あ、行ったわ。行けた行けた行けた。うお、行った。俺のね、なんかよくわからんやスキルがね、さっき見たらあのダメージ2倍になるけど、自分も 2倍ダメージを受けるやつだから。あ、そういうリスク系なんだ。こういう今止まってる時、俺がもらおう。なんか2つ来てる、2つ来てるよ。えあれだろ、ね、先輩も死んだんだ。1000ダメージ別の攻撃で食らってるわ。なんで食らった。あれ線が入ったけど、これ合ってんのかな。ちょっと112で取りましょうか。2取るわ俺。はい、先輩1取れます。1取る。あーこれよく見たら、これ帯電のアイコンこれ出てるじゃん、あの体の周りに。見せる俺がもらうわ。はい、どうなんだろう。帯電に、あ、耐えた。なんか耐えてる。帯電2だけで耐えるのか。帯電2で耐えるのかもしれないね。なるほど。何それ。うわー全体攻撃。耐えるか、もしくはみんなが分け合ってるからなのか。耐電2だけ耐える気がするな。これ3になってるな。耐電2とか3になってるね。3になっちゃった。さっき食らったが電気帯びた。俺も今2だな。真ん中、俺らも2ですね。真ん中消す方法あるのかな。確かに調整できないと死ぬしかないとか。全部取るか。俺狙われるよ。狙われてるよ。ほら、どうせなら。すごいすごいすごい。生き返らすぞ。3行くと絶対食らうんだもんな、その攻撃を。これもらおう、これもらおう。え、これ2の人がやったら、あ、先輩が今2だったから、2だって生きたんじゃないの。死んだ。3じゃダメなんだ。うん、多分3はダメなんだと思うんだ。2じゃないと計算する必要があるんだ。2で調整し続けるしかないよってでこれで1入るんだよな。そうだ、これ1入るんだよな、ね、うん、今俺3だわ。これでってか攻撃食らったら1入るのかな、うん、電気攻撃。こういうの多分食らったら入る。ちょっと食らってみ。死んだ死ぬな死んだから分かんなかった。死ぬな。ギミックがむずいな。あったけ。2取るよ、2にするよ。2になった。俺に今2。先輩がもうあれですね、一回ちょっと死んで。4超えると消えてた。消えてた。帯電しなくなるんじゃない、だから。え、でも。なんか結局あれは取りすぎると1からやり直しになるのかな。かも。今俺普通に消えた。俺もらうは2だから、はい、あ、もう2耐えてるの。うん、やっぱ3になった人が2個早取りに行くと消えるか、うん、これ見て。俺3になった。これ普通に死にそう。俺半分。翔平くんが2個取っていって、復活させたい。真ん中こ
これ4になっちゃうんじゃないかな。この後今食らったから3か俺。あ、おお、これあれじゃない TPS じゃない。やべえ、違う、そう、ディビスクで。あ、ええ、先輩のそのジャッジメントタイム。うわ強っ。いいぞいいぞいいぞ。体力もほぼほぼ満タンなって、エナジーがこれ取るよ。はい、シュール君が2取った。でも消えちゃった。取ってあーなるほど、2になった。あ、でも1になってる。でも大丈夫、しなきゃ大丈夫。そう、多分3取ってるからだと思う。また DBS チェック。これ何、あ、 DBS チェックか。あ、もう DBS チェックなんだ。早っ。やべ、先輩早く間に合って。間に合って。予想外のことだ。間に合う。来た。ナイス。ナイスストレッチ。殴れ。俺のバフをかけろ。クリティカル率 100%。殴れ。やつも来るぞ。この後。確定クリティカル。殴れ。ああ、俺が受ける。これは。これ俺がもらう。俺も受ける。これ。2だから。ナイス。起点が効いてる。おお、しんさんの起点。何それ。あ、なんだ。最後の線なんだ。最後の線ね、左上だけ何もなかったから。左上だけ。そう、左上だけ何もなかったから、多分その2個出てるところとは真逆の方にいると逃げられるみたいな感じ。半分エリアの半分が多分ショートになる。うん。なるほど。で1000ダメージだから、どっちみち1000だとみんな死んじゃうから。これ先輩1個取れます。はいはい。2の人もらった。え、もしかしてあの落ちてくる弾の中に雷が数字が刻まれてて、それに合わせて食らなきゃいけないまである。マジか。今な中に2入ってた気がする。マジで分かんないけどね。そこまで見れる俺ら。見れない見れない。なんでみんなかなり難しい。まあでもなんかのらりくらりとギリ最後の方まで行けてはいたから。行けましたね。今落ちたところの反対側にいれば。森山さん。通るんだよねこれ多分。そうだね。で。でまた2にするんだ。2にする。なんなかった。消えた。2になんないわ。あ、でもなんかいいよ。俺2だから大丈夫。しばらく放電してる。今俺が3だな。ほらほら、中に2入ってるでしょ、ほら。え、マジで？あ、本当だ。入ってるわ、2。これがもしかして、揃えろってことなのかな。変わるってことね。2もらう。右上誰か入って。2ないから俺が打てる。死んで先輩国のために。あ、いつだ、なんか今なんかすごいの来たな。いや、あれだ、その画面半分のやつだよ。あ、これリベッシュ先輩死んでる。これ無理じゃない。先輩死んでる時にリベッシュ。でもリベッシュ死なないパターンかよ。生きた生きた生きた。あ、ダメージ1000ダメージ、じゃあ800ダメージなんだ。800ダメージってナイトしか生き残れないわ。そうだね、ナイトだけだね。そうかね、 100% クリティカルになってるから今。あ、そっか、キャグさんものけてんのけてんのか。来るぞ、俺に。俺のに。どっちが半分とかあるか。どっちなんだろう。あ、出てる。落ちた瞬間だ、これ。先輩が生き返。あ、リベースチェック。ちょ、え無理じゃないの。なんかゴーンって落ちた瞬間に、あれどうやって受ければいいんだろう。敵の横にいて、敵に近づいた状態にしとけば上か下かみたいな選択になるはず。そう、おお、なるほど。あ、なんか生きたぞ。お、すごい。あー、ごめん。おい、なるほど。いいんじゃないですか。いいですよ。見えてきた。こいつ半分以下が強いね。半分以下強い。
送りします。1、2、私1個取ります。はい、で、見てこれは俺が受けます。はい、えっ、ゲー、俺俺俺か、すげえ先輩、真ん中のやつか。今2、お3、無理する必要はない。綺麗な円を、綺麗な円じゃなくていい。生きた方がいい。真ん中。で、翔平さんに取ってもらって。俺がこれ取る。大電で俺もこれ2になれそう。そうですね、確かに調整した。いいね。あったか、あったかで、あったか真ん中。あったかいんか。これ2。もう俺もらうわ。やめろ。俺のやってんの。真ん中のやつか。ファストバニッシュ反撃。やめろ、俺も狙いに行くんじゃねえ、行って回復あったけ。俺今3だな。そうですね、俺もみんな3だ。みんな3なのやべえな。でも1人の人が全部取るしかないんじゃないかな。うん、リペチェック入る。俺が取って、はい、で、これ食らってから、食らってから2、今2、下1個ある。誰か余裕あるとき取っちゃって。いやでも、あーで、俺ら取ったら4になるんだよ。そうそうそう、だから食らっちゃうってこと。だから、取れないの。あれ、なくなった。あるわ。あ、でも受けといた方がいいかもな。あ、なるほど。逆に取っといて貯めとくってのもあれかもしれないな。いつか使うために。私450くらえる。こっち俺がもらう。誰か入って。俺にが入りますよ。OKOK。 山下さん3じゃないですか。3。あ、俺3か。言ってた3だった。なんか2って見えた。まあ誰かしら死ななきゃいけないんだけどさ。DPS チェックまで先輩を生き返せ。どん。次メロンパン。はいよ、次メロンパン。もう一回メロンパン。メロンパン。回復くれ。真ん中。これ止まんなか。たくさんのやつだ。たくさん。この後この後真ん中に来る。やべやべ、ここで一回逃げるだな。だ、ね、おお、生きた。あれ、リベチェック促進したよね、今。リベチェック、そうそう。マジか、ちょっと待て急げ。間に合ってくれ。いける間に合ってくれ。間に合った。ナイス、ナイスです。あと一旦やりきればみんなゼロだ今。タムさんだけ1あるな。俺1か。俺2もらうわ。2取っとくか。じゃあ2になった。これ3くんじゃない最後。それきついだ。3振ってくんじゃない。あの、こっちからの弾が殴ったら倒せる、殴ったら倒せる。もう殴っちゃおう。ほら、いけ、殴る。おーい。ゴリ押し。いや、いいんですよ。よかった。最後手前か。いや、先輩が下行ってんのもって翔平さんが真ん中にいる。え、どっちってなって。俺は逃げ遅れてた。すげえ焦った。
げえ強いのゲットしたな、プロテクションドーム。いやーよかった。ちょっとなんかまだ続くような気がしないでもないけど、まあ時間的に今日はこんなもんでしょうかという感じですか。はい、キモい、キモいですね、トゥルトゥルしてる。はい、というわけでトリニティエースは家庭用と PC で発売中でございますんで、皆さんぜひプレッチしてみてください。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。こいつ動かねえ。うわー。